皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。私は今滝沢ぼっちカバーという全パート自分で演奏するというカバー動画を作っている真っ最中でございまして、今回は大江さんのレインという曲を、カバーさせていただいております。畑さんとか牧原さんとかをはじめもたくさんの方がね、もういっぱいカバーしているような素晴らしい曲なんですけれども、まあ皆さんも聞いたことがあるかと思います。で、今までこういう演奏動画とかね、そのカバー動画とかの作り方みたい なんかそういった動画をずっと作るって言って、なんかこのミックスの様子みたいなのもね、あのアップロードするってずっと言ってたんですけども、まあ全然やらず、やる作業をし続けて何年でしょうって感じなんですけども1年半前ぐらいに、2020年の3月ぐらいに、あのリッキーさんからね、あの動画の続きっていつ作るんですかみたいな感じでも突っ込まれてしまうぐらいに、ずっとこのやるやる作業をしたんですけども、まあ今回ね、このレインを、今レコーディングし終わって、ここからねミックスをしようっていう段階なんですが、まあもうついでにね、もう画面収録をしながら、いつもこんなことをやってるよみたいなことをお見せしながらやっていこうかなと思います。具体的にそんなにためになることないかと思うんですけれども、ああそういうことやってるのね、ふふみたいな感じで楽しんでいただければ幸いでございます。基本的にスマートフォンだとその音が分かんない場合がたくさんあると思うんで、まあイヤホンとかヘッドホンがかなり推奨でございます。とりあえずまあそんな感じです。まあ画面収録をしてますけども、これがその僕がいつも使っているこのスタジオ1という DAW ソフトでございます。 DAW でございますね。でそれぞれこのタイムラインっていうものがあって、でまあ、ここにこの素材がバーッと並んでるんだけども、まあ、順番に鳴らしてみましょう。この S っていう文字を押すとソロって言って、このトラックだけ鳴るようになります。やってみましょうか。まずカホンのバス、低音ですね、ドンって音。このカホンの穴の中にマイクを突っ込んで、ドンって音を中心に取っております。でこれはカホンのスネア前面ですね、 C414 というコンデンサマイクをカホンの前面に立てて、まあ、このドンとパンを両方取ってます。これがまあメインの音で、補助的にさっきのバスが入ってくるって感じですね。でもう一個はシンバル、上から狙ってこのシャーンっていう音、このシンバルの音、撮ってます。で結構そのボンもパーも普通のカホンの本体の音とかなり被ってしまってるんですけども、これもね補助的な感じでシンバルの音を混ぜ込んでいきます。で次エレキベース、これはもう本当にもうマイクプリアンプを通してるだけで、もう全然あのいじってないです。もうエフェクトとか何もかけてない状態です。でピアノ、ピアノに関しては MIDI 接続、MIDI で MIDI 接続をして、信号だけ録音しといて、パソコンの方で音色を作るってこともできるんですけども、ちょっと僕、それめんどくさいんで、キーボードの音をそのままオーディオ録音しております。で、その次、アコギ。アコギに関しては2本マイクを立ててます。こっちが C414 の音で、こっちがハミングバードっていう、ブルーのコンデンサマイクの音です。まあ、これをね、2本立てガッチャコをして、音色を作っていこうかなと思います。でその次はボーカルですね。土砂降りでも構わないと、あその曲か、ずぶ濡れでも構わないとあその曲か、知ってるっていう風になりますね。消えてくを、でその次はサックスですね。こういう感じ。まあ、こんな感じの全部で9トラックですね、あるんですけども、これらをごにゃごにゃとして、いじっていきます。まあこのままでも別にその成立してるっちゃ成立してるんですけども、ちょっと合わせて聞いてみるとね、こんな感じなんですよ。だからね、すごいこの真ん中にこのめちゃめちゃ寄っているというか、すごいこのギュッと寄ってしまってるんですけど、わかりますでしょうか。で結構そのモサモサしてるんですよね。なんか音の分離が良くないみたいな、もう全部の楽器が一箇所に集まっちゃってるみたいな感じ。まあ、これだけ聴いてもね、皆さん的にはね、ああいいんじゃないのって感じがすると思うんですけども、これらを、音をゴニャゴニャとして、音をゴニャゴニャと加工して聞きやすく、そして分離よく、そして迫力ある音に、仕上げていくという感じでございます。まずは行ってみましょう。順番に、一個一個音作りをしていきます。基本的にこのインサートっていうところにそのエフェクターをかまして、その音を作っていくわけなんですけど、まず、このカホンのバスをソロにしてエフェクトを突っ込んでいきましょう。まずですね、僕はこの全部のトラックに一回、このフェアチャイルドっていうコンプレッサーがあるんですけど、
これすごい好きで、毎回必ず入れるんで、まず全トラックにこのフェアチャイルドまず突っ込みます。でここから必要なものをちょこちょこ入れていくんですが、まずは、イコライザーですね。イコライザーとあともう一個コンプをなんかちょっと一つ入れたい。とりあえず、こんな感じです。音を聞いていってみましょう。ちょっとコンプレッサーというその音をね、この圧縮するエフェクターなんですけども、ちょっときつめにいきます。でちょっとこっちもちょっとこれはあれコンプがかかってませんね。あ、それはかかってないわ電源が入ってません。なんかおかしいなと思ったらそういうことか。はい、あ、動きましたこのメーターが大きく動けば動くほど、まあその、ね、圧縮してるよってことなんですけれども、まあ、これがねそのちっちゃいと、このあまり圧縮をしない状態って感じですね。これがこのめちゃめちゃメーターが触れてると、まあ、たくさん圧縮をしてくれてるという感じになります。まあ、ちょっとそれぞれでこの軽くつうの結構がっつりですね。コンプレッションしながらで、ちょっとこの低音のボンというところを強調したいので、ちょっと低音のイコライザーを入れます。わかりやすくこの低音を上げるところで、こっち低音が上げられる。で、こっちは高音が上げられるっていう、なんかそんな感じのエフェクターです。で、こっちにするとカットっていって、まあその音を消すっていう状態なんですけども、欲しいところの帯域をちょっと持ち上げて、で、逆にそのカホンのそのバスのドンって音が欲しいので、ここら辺はそんなにいらないんですよね。こんな感じで全体カットします。ドンっていう音を使いたいんですね。で、その次、こちら、スネアの方ですね。なんかもうちょっとこの自然な音が欲しいですよね。自然な音。やっぱ生楽器なんで、なんか生楽器なりの、なんかこの自然なコンプレッション感っていうんですかね。こんな感じ。うん、いいでしょ。で、その次シンバルの方ですね。シンバルの方もちょっとコンプレッションをがっつりかけたいので、で、こっちのカホのシンバルの方にもちょっとイコライザーを入れて、こっちはどっちかというとこのシャーンっていうその高音成分、こういうところで、ちょっとむしろ低音に関してはちょっとローカットな感じで、こんな感じでいきましょう。で、合わせる。で、若干そのこのシンバルを右に寄せて、で、メインのカホンをちょっと左に寄せて、広がり感みたいなのを持たせます。で、この3本、今そのカホンのバスの音、スネアの音、そしてこのシンバルの音を作ったんですけども、まあ、今これ個別に行きました。で、その3トラックあるけれども、この3トラックでそのカホンという一つの楽器なので、ここからいろいろまたエフェクトをかましたいなんていう時はちょっと個別に行くのめんどくさいじゃないですか。なので選択して右クリックで選択されているチャンネルのバスを追加っていうのをやると、こんな感じでバスってものが追加されまして、まあこれが平たく言うとまとまってると、この3本の楽器がここにまとまってるわけですね。なので、もしそのカホン下げたいなと思ったらね、一個一個下げるんじゃなくて、このバスを下げればまあカホンの音が下がるし、またこのさらにこのエフェクトをねまとめてかけたいなって時があったならば、そのまとめてここにこの突っ込むと、コンプレッサーとかイコライザーとかリバーブとかをまとめてかけるとあとかけることができるという感じなんです。うん、これでまあカホンが OK でしょう。まあ基本的なまあ下味といいますか、その下ごしらえみたいな感じでございます。またここからねいろいろといじっていくと思うんですけども、とりあえずまあこんな感じです。今カホンが終わったので、その次はベースいきます。これもちょっとイコライジングしたいところ真ん中のブリブリしたところをちょっと強調して、で、結構低音がモサモサしてるんで、いらなそうなところ、
強めにカットしちゃいましょう。こんな感じで、その次はピアノそうですね、ピアノに関してはちょっとこれは少し一ネタいきましょう。一ネタというのはピアノだけ書き出しをします。今この全部で9トラックあるんですけど、まず一旦このピアノだけを、書き出しましょう。で、書き出しをすると、で、今このピアノの音声だけ、抜き出したんですけれども、このピアノのファイルをモノファイルに変換ってやりますと、まあそのステレオのね、この2本が1個になっているそのトラックが別々に分かれるわけですよね。こんな感じで。まあ言ってみれば、このピアノのこのね、ステレオトラックっていうのは、そのね、1つのトラックの中に2つの音声ファイルがあるっていう状態なんですよ。で、これはもちろんね、そのセットで扱えるからすごい便利なんだけども、ちょっと今回はごにゃごにゃいろいろしていきたいので、ちょっくら、このピアノトラックは一回削除してしまって、このモラルファイルに分けていきます。バス作りましょう。チャンネルのバスを追加。で、ここに今そのピアノが入りました。基本的にこの2つはね、セットで音作りをしていきたいので、まずバスにまとめて、で、こっちにフェアチャイルドを突っ込みます。で、音を鳴らしながら、イコライザーも入れましょう。おいっす。で、感じのトラックなんですけど、なんで2つに分けたかというと、片方ですね、微妙にずらしたいんですよ。ちょっと一回、やってみましょう。まずこの左右に振ります。で、この左右に振った状態が普通のピアノの状態なんだけども、このディレイっていうところをちょっと2ミリ、片方のトラックが2ミリ秒遅れて聞こえるようにすると、まあ、こんな感じ。ちょっとね、耳のなんかこのなんか聞こえ方変わりません？4ミリ秒、10秒、ゼロ。ゼロにすると真ん中に寄りますよね。けどこれを5とかにすると、なんか横にこのヒャッと広がったのが分かりますでしょうか。こんな感じで聞いてみると結構面白いんですよね。こんな感じです。で、音作りに関してもうちょっといきたいところなんですけども、とりあえずこれでよしとしましょう。その次はアコギでございます。アコギも、これもちょっとね、セットでいきたいので、バスを作って BS アンダーバー AG といきましょう。で、それぞれにこのフェアチャイルド入れてますけれども、これちょっと一回削除しちゃって、バスの方で扱っていきましょう。イコライジングします。ちょっとこのモサモサのモサモサがいますね。モサモサが、ここ、これもなんかそういうのがモサモサしてるんですよね。OK。で、これで両方鳴らしてみて、また左右に振って。ちょっとこれ振りすぎたな。R30 と、こっちは L30 いきましょう。ちょっと気になるところがまだあるんだけど、まあとりあえずこの辺にしておきましょうか。とりあえずこれでその音の変なところのちょっとこの癖みたいなの取ったので、ちょっとアコギに関しても少しディレイを入れましょう。2ミリ、
いいでしょう。で、その次歌。煙る衰退希望少し走った、土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶきて人前では優しく生きていた、しわ寄せれこんな風に雑に、雨の夜に君を触れた城やと、街角ではそう誰もが急いでた、君じゃない僕の方さ。OK。で、その次、サックス。どうでしょう？こんな感じです。で、まあ、それ各その音色に関しては、まあ、多分、大体こんな感じでして、その次はこのリバーブってものを、まあ、かましていきます。まあ、カラオケでいうと、このそのエコーみたいなものなんですけども。で、リバーブを、まあ、その新しくそのトラックを作るんですけども、FX トラックって言って、まあ、こんな感じでまた、RV、リバーブ1と2とかにしておきましょう。で、ここのそのリバーブトラックがあるんですけども、ここにこの それぞれの各トラックのお裾分けをしていくわけなんですよね。例えば、カホンのこのスネアの音ありますよね。ここの先導っていうのがそのお裾分けでございまして、このリバーブ1のところにこういうお裾分けトラックを突っ込むと、このお裾分けされたものが音が鳴るっていうのがそんな感じなんですけども、ちょっとやってみましょうか。お裾分けを大きくすると、こんな感じです。このトラックがね、そのリバーブの役割を果たしてるわけなんですよね。なんでこれを下げればリバーブがなくなるし、お裾分けを下げることでもなくなると。で、お裾分けをたくさん上げれば、まあ、たくさんこのリバーブがかかるというのか、そんな感じです。で、ちょっと、まずこの音作りをしたいところなんですけれども、こんな感じです。で、こんな感じでお裾分けトラックをどんどん突っ込んでいきます。その次はアコギですね。アコギにもそのお裾分けトラックを突っ込んで、うん、こんな感じで、ピアノにも、お裾分けトラックを突っ込んでいきます。センドリバーブ、OK、 こんな感じです。で、なんでこの2つ、リバーブを用意しているかというと、このリバーブの位置はですね、その楽器のお裾分けトラック、リバーブトラックでございまして、こっちに関しては歌とかサックスとかそのね、メイン楽器の、あれにしていこうかなと思っております。です、こっちのそのリバーブの設定を少し変えたいので、レディ君は雨に濡れて僕の目を少し見ていた、土砂降りでも構わないと、ずぶ濡れでも構わないと、口笛吹く僕がつい。初めて争ったというよ。まあ、こんな感じです。で、ちょっとまた環境を変えてというか、ヘッドホンに持ち替えて、もうちょっと下ずらそう。言葉にできず凍えたままで、一
前では優しく生きていた。しわ寄せれこんな。ちょっとベースの音がかなり引っ込んでる感じがするので、ちょっとベースの音を前に出しましょう。ちょっとベースのイコライズの方、FX バスをちょっと作りましょう。こんな感じでこのアンプのシミュレーションを一つ入れるんですけども、ここにまたお裾分けを作るわけですね。これです、お裾分けで、このお裾分けのところでこのちょっとこの歪ませるという感というか、ちょっとこのゴリゴリした音を作っていきます。ちょっと鳴らしてみましょう。いいね。でこの今、お裾分けしている音だけなんですけども、お裾分けとこれ本体ですね、これ両方鳴らすとちょっとこの音が入れると、ちょっとこのアタックが強くなったことによってこうね輪郭が結構バキッとしたの分かりますでしょうか。こんな感じで、これでどうでしょう。いいでしょう。路地裏は朝が早いから、ちょっとこのチとかカとか、そのボーカルのその破裂音がちょっと気になるんで、ちょっとその辺探って少し削っておきましょう。今のうちに君を捕まえ、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 凍えたままで。 OK です、いい感じです。で最後にですね、このミックスっていう、まあこの全部のこのトラックが、このミックスってこのバスって言い方するんですけどもね、バスにはこの集まってるわけなんですが、ここでその僕はいつもこのアイソトープというメーカーのオゾン7っていうものをですね使って、ちょっとこの音圧を稼いでるんで、ちょっと最後だけそれをちょっと入れていきます。この CD マスターというプレセットがあって、いつもこれを使っているんですけども、ちょっと音大きくなります。ちょっと今聞こえづらいかなと思って、聞こえづらいというか、その音が大きいとびっくりするかなと思って、今の音量下げてるんですけども、ちょっとこれ音量ゼロにします。ゼロというか、その大きくします。ここから音でかいです。できた。いいんじゃないでしょうか。で、これで、その書き出し範囲ですね。これをこのガッと設定して。優しく。うん、こんな感じです。で、あとは保存をして、コントロール E で書き出しでございますね。レインのミックス1と、片前をつけて、で、16ビット441で書き出すと。で、これで、終わりという感じでございます。結構長くなったと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、やっぱ最初のね、何も加工しない状態と聞き比べると、結構その音のブライト感みたいなのが全然変わってくるかと思うんですけども、そんな感じでございます。最後にちょっと、聞き比べていきましょう。
の夜に君を抱きしめてた。激しさを隠せない僕の方さ。